見たことある。そりゃ、うりゃ。いやー、子供たち連れてきたかったですね。ドラクエ4で見た。あ、通れねえ。水たまりぐらい超えろよ。水圧で死にそう。魚ちゃん、魚くんさんがいるよ。ひどいもんですね。湖に沈んだだけあって、水浸しですよと。なぜ天狗から落ちてしまったんでしょうね。お前がいねえからだよ。何言ってんだこいつ。ひと事みたいに言いやがって。もう入れない。いけない。ゾッ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 。たどり着いた。いない。やはり誰もいないようですね。あ、玉座の後ろには秘密の階段。ドラクエはさ。ここに階段作るのみんな趣味なの？初代からの伝統だぜ。お約束、わら。地下に参ります。カチッ。あれ、そんなものないよ。はっ、ないです。これは一体、ここにあったはずのゴールドオブがなくなってるでありませんか。この穴は、大昔、邪悪なるものが誕生するときに開けた穴です。ゴールドオブはこの穴から、ね、埋めろよ。残りのオブ一つでは支えきれず、やがてこの城も。いや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 、ね、こう、はい、落ちるから危ないんで柵張っときますよじゃなくて、埋めろよ。手抜き工事かよ。これでこの城が天より落ちてしまった理由が分かりました。ゴールドオブは一体どこに行ったのでしょうか。幸いこの台にはまだ、オーラがかすかに残っているようですね。ゴールドオブの行方を瞑想してみましょう。埋めろ、わら。瞑想。まだ天空の城が元気だった頃ね。この頃は天空の城も元気でね、空飛んでるんですよ。公共事業ですか、申請が通らなかった。まあまだ先に直さなきゃいけないとこいっぱいあるみたいな。あら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 、闇の木みたいなやつに襲われちゃってる。飲まれる。何ピサロかな。あ、落ちた、落ちた、普通に落ちた。あ、このシーン見たことある。上から来るぞ、気をつけろ。18年前の出来事だね。親方。偶然って恐ろしい。俺じゃん。よかったねって。もう見た。しかしこれあれだね、ゴールドオーブはこの城に保管されてたんじゃなくて、この時偶然落ちてきたんだったら、この城が狙われた理由ないよね。きっとお礼ね、持っていきましょうって。ん、坊や、不思議な宝玉持ってるね。そうか、ゴールドオーブって言うんだね。
うん、ちょっと見せてくれないかい。へへ、俺はこの国の主、偉いんだ。ここにしてやろうか。おい、そこまで見せるのか。よしひこかな。まだ息があるようですね。シュア、気づいているか。これだけはお前に言っておかねばならない。お前の母さんはまだ生きているはずだ。わしに代わって母さんを。メラガイア。はあ。メラ。なんで見せんねん。あ、そうか。パパスの影が。ごはん。こうも親の気持ちはいつ見てもいいものですね。ドドリアさん、ザーボンさん、心配はいりませんよ。このギラバンさんはどうしますか。捨ておきなさい。野に帰ればやがて魔性を取り戻すはずです。おや、不思議な宝玉を持っていますね。俺の金玉を潰す気だ。やめろ。ああ、俺の金玉が、子供が作れなくなっちゃうよ。ああ、息子だ。またそれ。なんとゴールドオブは粉々に砕け散った。よいしょっと。では行きましょう。ぬん、ルーラじゃないだと。なんということでしょう。すでにオーブは壊されていたのでした。この城は二度と天空には。はっ、ちょっと待ってくださいよ。二つのオーブは妖精たちの祖先が作ったと言われています。妖精の女王に頼めばまた作ってくれるかもしれません。妖精の村に通ずる道、森、森、ちょっと待って、情報がさ、世界のどこかに妖精の村に通ずる森。漠然とした情報しかもらえねえな。もうちょっとヒントくれないかな。俺んちの地下から行けないかな。シルバーオーブ、銀玉がある。銀さん、金さん、いけない。森多すぎるんですけど。ルーラ、ルーラ、ルーラ、天空城は、ルーラできます。話す、そりゃうりゃ、この脳筋どもが。ガウガウ、ゴロゴロゴロ、お前は昔から変わらんな。パパスが、パパスがまた死んでしまった。でも俺のね、ドラゴンクエストライバルズは戦士デッキのパパス入りだから、よくあのヌワー聞くんだけどね。にゃーって言ってパパスの剣もらえんの。さあって、どこから行くんだったか全く覚えてないけど、とりあえず、アルカパに行ってみるか。話す、うん、変わらんな。次はサンタローズだ。この地下から行けませんかね。並び替え、確かね、息子か娘かどっちかがいないといけなかったはず。で、
よくやっちゃうやつ。麦の店だよ、ね、雷神の槍、うん、ドラゴンキラーもう一本欲しいよね。正直ここからはいけんのかな。まあここじゃないの知ってて来てんだけどね。うっさだーって。妖精の国に行きたい。迷いの森どこだったっけな。ちょっと地図チェック。道具、袋、不思議な地図。森、森多いな。森鴎外。レヌール城の左の森？迷子、笑。あとは行ってない場所、そこ。森多いな。あの左下はドラゴンの塔だったよな。で真ん中がイーブルでしょ。レヌール城の左、まあ、下るだけなんだけどね。サラボナの東の森。毒の沼地、ここではないよな。森ない。魔法の絨毯、あれ、東の森。あ、こんなところに。長い長い旅が始まる。ここっぽいよね。ここっぽいよね。ここ。ここ降りれんのか。これじゃない？あ、メガザルロック。仲間になる確率256分の1の激レアモンスターじゃないですか。なお弱い模様。弱え！息子と娘弱え！わらわら。にゃ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 。オークス、オークスのヒットポイントどうなってんの？最大ヒットポイントが37増えた。 MP もなかなか上がる。レベルの問題だね。あ、ベホマラーも覚えた。あ、ここじゃないのか。地球のへそみたいになってるのに。迷いの森、迷いの森はどこだ。お客様の中に迷いの森はございませんか。ラブポーン、メガドラゴンゾンビ。よし、一軍の強さを見せてやろう。入れ替え、障害、行くぞ。ゲレゲレゴレムス、殴れ。ははは、笑っている。まあ、メガザルさせてあげよう、優しい俺が。メガザルチャーンス。眠っちゃった俺が。攻撃一番弱いかな。ほらメガザルのチャンスだぞ。早くしろよ。したくないんだよ。悪やれよ。やったー。力尽きてしまった。頑張ったよ。復活させたやつもすぐ死ぬから、あと追わせてやる。無駄無駄だがダメ。
シルバーデビル。イエローデビルとかいないのかな。ロックマンにいそうだけど。シルバニアのデビル。お、ベホマンね。救急箱、救急箱。息子か娘かいなかったらダメだった気もするから、とりあえず入れておこう。娘じゃねえか。娘弱えんだよ。息子。なんだかんだで天空装備持ってるからね。締められた。バッチリ。やばい、メガザルされる。ボーリングの玉みたいな攻撃の仕方してきた。爆弾は系に攻撃されたの今初めてじゃない？閉められたら開ければいいだけじゃないのか。ずっと前にいるんだよ、馬車の前に。この後の冒険のこと、オークス・デホマラスんだ。楽ちん。 AI が頭良くなった。あ、ここっぽい。あった、わかりやすい。ずっとほいみ、わら。あれ、どっちから来たっけ。お父さん覚えてる。ずっと森が続いてるね。こんなたくさん木があったら庭師は大変さ。妖精に会ったことある。僕より背高い。空飛べる。羽生えてる。僕仲良くなれるかな。ぐるるるる。並びかえ。娘も連れて行ってあげよう。ピエールがいらないか。ピエールがいらないな。回復薬はね、息子ができるだろう。この森の木さん、悪いやつは通さないって言ってるよ。わかんの。ここ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 いる。ヤバい沼いないのか。ザボレこぞ。ここは妖精の森に通ずると言われている迷いの森だよ。普通の人間じゃ抜けることはできねえぜっと。息子はムプスクインだよな。私もね、子供の時は妖精の姿を見たことがあったんだけどね。エルフの飲み薬。そんないいものパクってっていいんですかね。小さなメダル。息子別に MP 低くないよ。まだ22なのに71もあるじゃん。あ、踊る宝石。ジュエルだ、ジュエル。ジョエルだ。お金じゃ、お金持ちじゃ。いや、いいか、殴れよ。おっ、あー、そっちじゃない。祈りの指輪。ジュエル仲間ならねえかな。ジュエルの体勢すごいいいんだよ。迷いの森。騙されたー。あ、メタスラ。メタスラも仲間になる確率256分の1。魔人の金槌装備できるやつがいない。まあ1体でも倒せたら256分の1で仲間になってくれる。マジやめてくんねえかな、この無駄な行動。一匹くらいは逃げまくり。全然全然。あと1匹くらいだね。
俺もメタスラより早いんだ。よし、1体。あとは256分の1。まあ2体。2、6。ここもしかして普通にやると育ってない息子か娘絶対入れないといけない場所だから敵が弱いのかな。妖精の剣じゃ残念。空が装備できる。全く覚えてないけど妖精がいたのは覚えてる。あ、アンクルさんじゃないっすか。オーガヘッドってバラバラに弾け飛ぶ人じゃなかった。呪文バイキルとヒャダルコ微妙だ。あれ今1って出たよ。 何がマギクロスめちゃくちゃ痛いよね。痛くない。死ぬ。オーガヘッド怖い。防御しといて怖い。娘弱っ。てかバギクロス連発はないよね。これ長いんだよな。戦う戦う戦う。もう 3、4匹逃げて。めんどくさいから。だん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 。カエルの歌が。あと1!1! あと 1! よし。あれ?まあ、合体力あった？あんだけいたのに。残ったのは虚しさだけ。帰れ。メイラ。今のはメラゾーマではないメラだ。でん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 。何のために群れてきた。まあ、3体くらいの方がいいよ。くっそであろうども。メタスラたちは遊んでるらしいよ。冒険者たちの前に来て何ターン耐えて逃げれるかっていう度胸試しをしてるらしいから、こいつら。チキンレースやってる、チキンレース。嫌な性格、笑。だから自業自得なんだ、やられるってのは。来た来た。まあまあアンクルさんは大体なるよね。強いんだよねアンクルさん。レベル1でこのパラメーターよ。ただゴーレムスの方がもちろん強いし、でオークスもなんだかんだでベホマラがっくりしてる。そうだよ。でベホマンは結局メンバーには使わない、ただの、応急箱、救急箱。娘かな。ぶっちゃけ娘が一番役立たんかな。よし、行け。嬉しそうにモンスター爺さんのところに。あ、これか。違う。猿の腰掛け。またほどけちゃった。頭のリボンが枝に引っかかっちゃうの。あれ、あそこいなくなっちゃった。アンクルさん
やっぱアンクルホーンって赤だよね。俺このイメージだったから、フォーでさ、色違かった時びっくりした。アンクル強いんだけど微妙ってイメージ。てかもっと強いメンバーがいるっていう、そういうイメージ。ラムポン、オーガヘッド、今日の晩飯はラムにするか。スカラ使ったスカラ、ほんと誤差だよ。でも他は仲間になりにくい。シャアなしや。でも大体ピエールとゴレムスに変えるかって言われるとね。はい、帰ってきた。よし、じゃあ大体分かったね。しかもスーファミ版3人しか入れられないからね。主人公ピエルス、ピエルスって誰だ。ピエール・ゴレムスで大体仲間枠終了です。っていう、じゃあ右上の方かな。ここじゃない、もう一個下回り。メタスラ、なれ、仲間になれ。完全耐性持ちというイカれた性能を見せてくれ。ハグリンが欲しい。ハグリン冷やかしに来たか。チキン、オッケー。チキンばっかりだな。あー、今のやつが一番のね、勇気者。おっ、レベルアップの方が。歌舞伎者だよ、歌舞伎者。ふばは、よし、まだレベルアップかい。息子と娘のレベルがどんどんと上がっていくよ。なーい、知ってた。上かな、上かな。あ、宝箱だ。スゴロク剣、スゴロク城。それ、こんなところに祠がある。祠を見るとほっこらするな。今週のノルマ、旅館に189って守備力ゼロになってるよね。守備力189、ルカにすげえ。相手の守備力を 100% 下げるってチート技強すぎませんかね。ラムポン、やっぱグレートドラゴンのシーザーを仲間にしたい。シーザー、お、ルカなんてあるけど、減るかな。え、一体レギラゴン。アングルさん強すぎじゃないですか。バギクロスにレギラゴン、通常攻撃も強い。ラスボスかな。まあ、この上が、まだこの上がいるんだからね、このゲームには。ヘルバトラーという名の地獄の戦士が。やっぱちょっと息子と娘が弱い。
お金。きっと妖精の村に行ったらいいものが売っているはずだ。お金を貯めていこう。メガザルロック、ラム酒。バッチリ。おたけび。誰にも聞くでもない。ほらメガザルチャンス。メガザルほら、もう一度メガザルのチャンスをやろう。どうだい？やりたくないのか？イエーイ。もう一度メガザルのチャンスをやろう。お前がひしこいて蘇らせたあの馬は動けないけどな。やったぜ。どうやら蘇ったのの経験値は増えないみたいだね。結構ザオリクすると新しいモンスター扱いになって経験値もらえる作品も多いんだけど、5はダメのようだ。お、お父さん、焚き火のところに誰かいるよ。あの子さっきも見たよ。焚き火のところのあの子、お話ししたい。おいおい、息子どうしたんだい。何もいないじゃないか。だからって言って、なんかいる、なんかいる。キャッ、逃げられた。メタルスライムかな。え、あなたに私の姿が見えるの。うん、見える。何かよ。妖精の村に行きたいんだけど、案内してあげる。息子息子が壊れた。いや、迷いの森も何もさ、ここ見えてたからさ、泳ぐかボートでいいじゃん。